はい、皆さんどうもこんにちは。お衣装トレーラーのおーちゃんです。ですね。まずはね、数々のご失態、大変申し訳ありませんでした。ちゃんとね、声でもね、反省しとかないといけないかなと思ってね、ちょっと、まずはじめに謝罪をさせていただきます。もんちゃん様、またご視聴者様、大変申し訳ありませんでした。私懲りずにね、本日休みだったんでね、株野郎さんのところ行ってね、いろいろ、ご失態をね、大変申し訳ないですね。人間がダメですね。私宇宙の力をちょっと手に入れたんで、ここからちょっと、変わっていこうかなと思いますね。頑張りますよ。もう、180度人生変わるって書いてあったんですけど、360度変わりますんで、よろしくお願いします。頑張りますよ。360度変えてみせますから。180度じゃちょっと足んないんでね、360度いっちゃいますよ。というわけで、本日はですね、何を言おうと思ったんだろう。思い出した。株屋郎さんのところとね、コラボじゃないや、私が勝手にね、ライブチャット入ってお話しさせてもらったんですけどね、午前中、娘がね、保育園行ってるんで、それまでちょっと時間があったんで、全部、株の勉強のために、株屋郎さんのところ行ってね、デイトレードの勉強してきたんですよ。先月ね、株屋郎さんね、20万円買ってたんで、どうやってるんだろうなって見に行ったらね、本当に申し訳ないですね。私が行ったせいで負けちゃいましたよ。本当申し訳ないです。私が行かなければ多分勝ってたんでしょうね。私行っちゃったせいで、運が逃げてって、負けちゃいましたね。ほんと申し訳ないですね。というわけでね、行った時にね、すごいね、気づきがあったんですよ、でも。気づきがあったんですよ。みんな同じだったんですよね。と思いましたね。みんなあのタイミングで買って、みんなあのタイミングで大爆損して、みんな同じくらいお金溶かして、みんな持ってるお金も同じくらい。いや、衝撃でしたね。衝撃でした。もしくは、呼ばれたのかもしれない。呼ばれたのかもしれない。株野郎さんの魂に、私とうんこまんさんが、引き寄せられて、たまたまかもしれないですね。わかんないですけどね。たまたま3人とも、同じくらい損してて、持ってるお金が同じくらいだったんですよ。びっくりしましたね。株野郎さんがね、40万くらい。私も40万。うんこまんさん50万だっけな ?60 万だっけなわかん、40万だっけなおいじゃちょっと、ちょっとね、ちょっともう、興奮しちゃってわかんなくなっちゃったんですけどね。びっくりしましたね。あ、みんな同じくらいなんだと思って。引き寄せられたと思ったんですね。その時にね、引き寄せっつうのあるんですよ。何が言いたいかっていうとね、みんな いるんですよ、そういった方が。辛い方が。お金を失って、辛いっていう方がね、いやー、引き寄せってあるんですね。まさかね、でもトータルの金額で言ったらね、ちょっと、カボさんがちょっと抜けてましたね。600万負けてるって言ってたんで、600万ってモンちゃんクラスじゃんと思ってね。モンちゃん500万って言ってましたもんね。私の動画のね、掲示板じゃないや、コメント欄でね、教えていただきましたね。モンちゃん500万負けてるんだって書いてあったんで。あ、モンちゃん500万かと思ってね。50万だと思ってたんですよね。50万だと思ってたのに500万だったみたいですね。いや、500万は相当ですね。でもね、株野郎さんはね、600万だったんでね。もっと上じゃんって。私が300万なんで、でも、うんこまさんもね、250万くらい負けてて。みんな同じくらいなんですよね。いや、で、やってることもね、似てましたよ。みんなね、夢見て。みんな夢見て。夢。破れるってことですね。夢見て、大金ぶっこんじゃって、それで、大爆走。みんな同じパターンでした。というわけでね、宇宙によってみんな繋がってるってことが分かりました。宇宙です。地球じゃないですよ。宇宙によって、みんな魂が、シンパシーしてるってことでね、そういった話を今回はさせていただきました。どうも宇宙トレーラーの王ちゃんでした。皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。